この三つ襟から45度の角度で横に引き出して前上がりを少しハサミの角度を内側を短く切るようなイメージで切っていきます。こう乾かした時にグッと内巻きに入ってくれるイメージになるので伸びてきても割と三つ襟のような感じ でここの角が出てくるのでここが一番跳ねやすいカットラインになってくるのでここにもイングラデーションを入れていきます。どうしてももみあげの深さの分伸びてきた時にその部分が跳ねやすくなってくるのでそこの長さを C シェイプで引き出してイングラデーションを入れていきます。